海外サッカー初心者の Y に、おすすめしたいプレミアのチーム。ガチで頼む、ブライトン以外で。条件は見てて面白いサッカーするならどこでもええ。そらもう古豪ノッティンガムフォレストよ。ブライトンでもええんやけど、あそこ今ミーハーしかおらんやろ。それなら違うとこがええわ。そらマンチェスターユナイテッドやろ。シティかアーセナル以外ないやろ。フラムとかええんちゃう、昇格したばかりやけど強い。別に今は弱くてもええで、今後強くなるなら。だからエバトンやろ、こんなん、渋谷とかにスポーツバーもあるはず。つぶってプレミア仲介見たところで試合なんてつまらんで、楽しむならビッグシックスか日本人がいるところ以外ない。シティ一択やろ、スター揃いやしクソ強いし。シティ、アーセナル、ブライトン、ちょっと前はリバプールもやったけど。前期リバプールは押しててクソ楽しかったな、今期は別の何か。好きなクラブない方が公平に見れる。今は無料のアベマのブライトン戦の相手チームを応援しながら三笘も応援してる。スポ TV ナウ契約して入荷する見ろ。アベマ視聴者ならアーセナル以外ないやろ。試合の面白さならアーセナルよ。リバポサポやけど、今期は進められんわ。騙されたと思ってチェルシーだけ見てな。感触系はつまらなくて、男色系は面白いと思っとけばええで。ブレントフォード。つぶりたくて楽しみたいならフラム。トットナムやろ、ポステコグルー召喚するみたいやし日本人も加入するかもしれない。エバートン、大人気の古豪チームや。ワイと一緒にアストンビラ応援しよう。サウサンプトンや、ワイとウォードプラウズを応援しよう。サンダーランドやろ、サンダーランド我が人生。日本人にゆかりのあるチームならサウサンプトンがおすすめやな、プレミア以外やとシャルケ、マジョルカがええぞ。頭おかしなるで。王道はマンチェスターユナイテッドやで、今油乗ってる最高のチームな。ビッグシックスのどれかにしとき、他はどこも降格の可能性あるし。